どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新パック関係ないんですけどあの皆さん、ジャンドってわかりますか？ジャンクドッペルっていうデッキ、あの紙の OCC の方ではすごく有名なデッキで、あの郵政、まあ、不動郵政あのの、まあ、ジャンクシンクロンとドッペルウォーリア、この辺のモンスターたちを使ってシンクロ召喚を連打していくっていう、すっげー人気のテーマなんですよね。まあ、こうブルンブルン回してテックジーザスももちろん入ってるんで、なんかそのシューティングクエスト出したりとかするデッキなんですけども、リンクスにもやっとドッペルウォーリアが来たんで、ジャンド組めるんじゃねえかなと思って組んでみたんですよ。なんかね、全然違うデッキだったわだからジャンドってこういうデッキだっけみたいなデッキになったんで、一応ね、ご紹介していきたいなと思います。向こうの紙の方でのジャンドはですね、シンクロ連打しまくってですね、ドローしまくって、ハイパーライブラリアンっていう、ハイパーライブラリアンとかでなんかドローめっちゃしまくって、なんかめっちゃなんかドッペルウォーリアのトークン使って展開して、まあ、あのリンクもめっちゃなんか連打してみたいなことをしていくデッキなんですけど、なんか ね、 あのね、今新しく追加されたそのカードでなんか先行ワンキルもできるとかいう話なんですけども、あのね、デュエルリンクスではね、このね、ドッペルウォーリアのトークンがね、すげえね、あのね、使い道ないのあのどういう効果か持ってるか説明しましょう。ドッペルウォーリアは、墓地のモンスターが特殊召喚に成功すると、手札のこいつは特殊召喚でできますよと。でシンクロスワになるとドッペルウォーリアがトークンが出ますと。ドッペルトークン、これが攻撃表示で400のやつがね、2体ポンポンって出るんですよ。で、まあ、そのトークンを使ってまた連続シンクロとか、まあ、リンク召喚っていうのをしていくことになるんですけど、基本的にはあのデュエルリンクスでドッペルウォーリアシンクロスワにした場合、あのね、まあ、例えばですね、ジャンクシンクロン召喚して墓地より芽吹くもので、あ、ちょっと今回ね郵政じゃなくて申し訳ないんですけども、墓地より芽吹くものでダークバージャーを蘇生しますよ。ジャンクシンクロンでね、でダークバージャー蘇生したことにチェーンして、ドッペルウォーリア反応してドッペルウォーリアが、出てきますよ。で3-2-2で7シンクロン、例えばじゃあ、デストロイサムライ出しますよと。で出しますよね。で出してトークンが出ますよと。そうすると場にシンクロモンスターが1体とトークンが2個いるんですよ。チューナーいないんですよえ、シンクロできますというね、悲しい現実なんですよこれ。シンク邪魔っていう、シンプルにトークン邪魔っていう状況が起きるんですよ。まあもちろんその、チューナーがノーマルとかなんかそういう、まあそういったスキルでサポートしてあげればいけなくはないんだけど、いや、いかせつらいんだよね。つらい、非常につらい。でじゃあどうやって使っていくか、結局3体モンスターが並びやすいっていうことに着目するか、まあ、もしくはまあ2体のそのトークンを使うっていうことに着目するかしかないんですよ。例えば露覚装置とかダブルマジカムバインドとかエネコンとか、まあ、そういうねトークンもリリースできるなんかカードがあればいいんですけど、今日は3体リリースできる、やっぱ今の環境に結構強く出れるモンスターが何かという話で、これはね、やっぱね、ブルーディーなんですよね。ブルーディー、結局モンスター効果全部無効にするっていうのがすごい強いんでね。だからブルーディーはやっぱ強い、どうしたって強い。だからこれ出していくっていうのがまず1個と、あとね、今回ちょっとジャイアンっぽくてね、ジャイアンっぽいデッキをあのテーマにしてるんで、おい伸びたパクると伸びたっていうことでね、ちょっと今日似てねえな、この The Atmosphere、 The Atmosphere を出していくという、例えば展開の一例ね、ジャンクシンクロン召喚で、ジャンクシンクロンでダークバージャーを蘇生で、その効果に、反応してドッペルウォーリアーが手札から特殊召喚できる。で、3-2-2で7シンクロしてデストロイサムライを出す。でデストロイサムライが出てきてドッペルウォーリアーが墓地を食らえるんで、ドッペルトークンが2個ポンポン出る。でそのトークン2個と墓地に行ったジャンクシンクロンとかを除外して The Atmosphere を出して The Atmosphere の効果発動、相手のフィールド上のモンスターをパクって装備する。俺のものは俺のもの、お前のものも俺のもの、 My name is Giant ということができるんですよね。はい、これがねこれジャンドなのかっていう話はあるんだけど、このくらいしか使い道ないんだよね本当に。
で、これシンクロ素材になるだけでいいんで、これもいけるんですよね。エキセントリック。これ手札からシンクロできるんですけど、エキセントリックボーイと何かで。これね、手札からシンクロ素材になるとトークン出るから、エキセントリックと、ドッペルボールやったでもいけます。で、まあ、5だね。その場合は。アルマレスとか出して。今回もこうなっちゃうんですけどね。こいつ出したら。なんですけど、一応、3体並んだりとか、あとトークン出るんで、アトモスピアとか見てたりとかするんでね。まあ、こんな感じのギミックになってます。で、あとはやっぱりそのブラックフェザーとかにね、強く出れるように硬化とか、コートさえ積んで、まあ、なんとかするっていう感じでしょうかね。早速、リンクス流ジャンドをお見舞いしていきましょう。デュエル、スタンプ。さあ、お相手の方、相棒、よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。いや、辛いですね。本当にデュエルリンクスのジャンドはデュエルリンクスのジャンドはね、なかなか辛いね。やっぱ結局ですね、バカ足りないんですよ。フィールドのモンスターゾーンが足りんっていう問題があって、ドッペルウォーリアーのトークンが邪魔っていうね、これが非常に辛いところ。5枠とかあればまだチューナーを一気にまた展開してみたいなことができると思うんですけど、まああと手札が多ければね、なんですけど、結局今この現状で3枠しかない。シンクロするとトークンで埋まって、トークンシンクロモンスターになってしまうという、これ非常に辛いですね。非常に辛い。一体コズミックサイクロン出しますか。コズミックサイクロンしていく。コズミックサイクロンでぶっ飛ばしていく。ナビゲート、なるほど。1回セットかな、終了で。そんなに簡単にねワンキル取れないんですよ、このデッキも。ジャンク新居の1枚ではワンキル取れんな。ドッペルウォーリアーがいたらいけるのかな。400-400やから800、3200立てればいいから、3200立てば無理か。でも3200、3200は無理やな。無理や、これそんな簡単にワンキル取れん。モンスターがいれば別だけど、相手が、殴っていただける、殴ってはいただける。でドッペルウォーリアーを持ってくればいいかな。 OK、これはいけるね、これはいけるわ。であいつは攻撃するとやばいから、多分クイーンテッドバシャン出てくるから、ドロー。ジャンクシンクロの召喚、ジャンクシンクロの効果発動。ジャンクシンクロの効果によって俺は墓地のダークバージャーを特殊召喚していくぜ。そして墓地よりモンスターが特殊召喚された場合、手札のドッペルウォーリアーは手札より特殊召喚できる。そして俺はレベル2ドッペルウォーリアーとレベル2ダークバーチャーに、レベル3ジャンクウォーリアー、ジャンクウォーリアーじゃねえ、ジャンクシンクロもチューニング、全てを壊せ、デストロイ。お前のズボンはコーディロイ、俺の車はロールスロイス、シンクロイ召喚。いでよデストロイ侍。そしてドッペルウォーリアーの効果発動、ドッペルウォーリアーはシンクロ召喚の素材になった場合、フィールド上にトークンも残していくぜ。そして俺はフィールド上の2体のトークンおよび墓地の何らかのモンスターの魂をこのゲームから除外し、現れよ The Atmosphere。 The Atmosphere の効果発動、 The Atmosphere の効果によって相手フィールド上のモンスター1体を装備する、吸収バトル、対戦ありがとうございました。My name is Giant。 おい、伸びた、遊戯をしようぜ、伸びた。さあ、お相手の方、闇遊戯さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。いやー、ジャンドってこうじゃないんだよな。ジャンドってね、こういうデッキじゃないんですけどね、まあ、しょうがないですよね。あ、殴ってくれよ、クリッター殴ってくれよ。クリッターもう一体いっとく、セット、ダン終了。まあ、ラブゴとかされてもね、別になんかそんなに痛くないんで、まあ、大丈夫かなと思うんですけど、クリッターの効果も発動するし、ジアートモスフィアもいるしね。あ、強い、ちょっと待って、やめて、もうそこまでに勘弁して、ちょ、一旦落ち着いて、危ねえ。オッケーで、エンドフェイズにターン終了し、コズミックサイクロン発動。これはコズミックサイクロンの場合によってバックを飛ばして、ドロー。オッケー、
ジャンクシンクロの召喚、ジャンクシンクロの効果、墓地のダークバージャーを蘇生。そして俺は墓地からモンスター特殊召喚サトによって手札よりドッペルウォーリアを特殊召喚できる。エクソユーサー、僕はレベル2ドッペルウォーリアとレベル2ダークバージャーにレベル3ジャンクシンクロをチューニング。リミッター解放、レベル7バトルシーケンスアクティベート、レイン修正、ナビゲーション、オールクリア、ゴー、シンクロ召喚、カモン、デストロイサムライ。そしてドッペルボーリアの効果、さらにドッペルトークに対応、ゲームから除外し、さらに墓地のクリッターもゲームから除外し、僕はザ・アトモスフィアを特殊召喚、ザ・アトモスフィアの効果、ザ・アトモスフィアの効果によって相手フィールド上のモンスターを装備バトル。ジャンドってこうじゃないジャンドってねこうじゃないんすよ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、マクドナルドさん、マクドナルドさんですね、よろしくお願いします。スティール3倍さあ終了、マクドナルドさんですねそれ以外いいことねえや、それ以外いいことなりません。インチ効果も大概にしろ。強力の帝国行った、帝国だから帝国と同じたモンスターを特徴が出た、出ました帝国、珍しいレベル上昇、あ来た、これアドバンストローか、アドバンストローか、これはレベルやばい、13かけ、アドバンストロー、オッケー、アドバンストローでレフテがリリースされたんで、なんか、通常モンスターを特殊召喚していく、攻守ゼロにして、あー引いちゃってるやつで、ブルーアイズホワイトドラゴン出てくる、オッケーで、アセット、なるほど、リリース、新魔獣だ、新魔獣、やばい、あいつ貫通するぞ、貫通する、やばい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 。